その辺で使えるアジア。皆さん、この配信を通して韓国ドラマのセリフを聞き取れるようになってきましたか？私も日々勉強中です。今日もリーさんに教えていただきます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。リーさん、だんだん最近あのドラマの言葉を聞き取れるようになってきたんですが、最終的には字幕を見ずに聞き取れるようになりたくて、このまま勉強していたら大丈夫ですかね？できますかね？ね、할수있어요。ほ？할수있어요？할수있어요。その言葉が、じゃん！今日勉強する言葉です。할수있어、할수있어。ドラマ、Dear My Friends の中で出てきました。リーさん、この言葉どういう時に使ったらいいんでしょうか？日本語で使ったら、できるよって意味です。韓国語で何々すいったは可能形のことです。はるはすることができる。それを訳して日本語ニュアンスで考えてみるとできるよってなります。することができる、することができる。で、簡単にするとできるよっていう意味ですね。できるよって意味。できる、できる、はるすいせよ、はるすいせよと自分の中で唱える時にも使いますね。そうですね。할수있어、할수있어、할수있어、할수있어。一個一個発音しようとしたら、할수있어になりますので、その할をちょっと早めにパッてやって、ここの할をさらっと言うと、よりネイティブっぽく聞こえるそうです。ジェニーさんの韓国語の勉強、할수있어。감사합니다、할수있어。ジェニーさん、할수있어。皆さんも할수있어、할수있어、할수있어。皆さんも할수있어。今日は私にはできる、할수있어を勉強しました。リーさん、ありがとうございました。ありがとうございます。할수있어、皆さんも할수있어。皆さん、韓流アジアドラマタイムの会員にはなっていただけていますでしょうか？会員になっていただけますと、ドラマの情報や会員限定のイベント、そして素敵なプレゼントなど盛りだくさんです。ぜひ韓流アジアドラマタイムで検索してください。こちらです。登録してねください。